見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。団塊の世代が後期高齢者となり、国民の4人に1人が75歳以上になる5年が近づいてきている。しかし、多くの人が実際に親が倒れるなどして当事者になるまで介護の対策をしていないのが実情だ。実際、親が突然倒れ、巻き込まれるように介護に突入する人が多いが、その場合は選択肢が大きく狭まってしまい、離職せざるを得ないこともある。生活はどのくらい変わるのか、実家が遠い場合は、どうしたらいいのか、お金はどのくらいかかるのか、そんな素朴な疑問を解決し、ざっくりと介護にまつわる流れや知識を理解できる、漫画でわかる介護入門。より一部抜粋して紹介する。遠距離介護のコツ教えてください。ホームヘルパーに依頼できること。介護保険の訪問介護ホームサービスのサービス内容は種類あることを知っておきましょう。生活援助選択、買い物、調理、配膳や掃除など生活のサポートを依頼できます。ただし介護保険はあくまで高齢者のためのもの。同居している人の洗濯や調理はお願いできません。そのため、元気な同居家族がいると利用不可とする自治体が多いです。身体介護排泄や入浴、食事の介助、着替えや通院などの移動の介助など、体に直接触れて、支えながら行うサポートです。黒丸ホームヘルパーに依頼できないこと。ホームヘルパーは、家政婦さんではないので、できないこともあります。例えば利用者以外の介助、同居家族やペットの世話、庭の手入れなど、そして医療行為や金銭の取り扱いはできません。親が必要としているサービスを考えて、ケアマネジャーに相談しましょう。通所介護について、通所介護とは、施設に通って、日帰りで介護を受けるサービスです。目的によって種類あります。デイサービス、食事やレクリエーションなどのほか、入浴介助も利用できる通所介護サービス。基本的に車で送迎もあるので移動に伴う心配入りません。数時間離れることで、介護者が自分の時間を確保することにもなります。また、利用者にとっても、同世代の友達と会えるのもメリットです。プログラムは、施設によって異なります。散歩が多いところや、カラオケが多いところ、利用者それぞれが自由に過ごすためにプログラムを固定しないというところもあります。本人の好みに合わせて、ここがいい、というところが見つかるまで体験を重ねてみるといいでしょう。